こんにちは。こんにちは。今日は今から病院に点滴を打ちに行きます。新しい治療法だよね。うん、ドキ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 。やっぱり新しい治療になるときはさ、ドキドキするものなの？うん、点滴痛いかな。今日の調子はどうなの？今日の調子はバッチリです。バッチリ。うん、それならよかった。じゃあ点滴も頑張ります。頑張るぞ。ゆうちゃんのご褒美にカフェに連れてきました。美味しいものいっぱい食べよう。うん、ゆりな、お疲れ様。ありがとう。一郎くんも今日も一日付き合ってくれてありがとう。ありがとう、こちらこそ。いただきます。ゆりなの好きなマンゴーレモネード。うん、マンゴーもレモネードもどっちも好きだから。そうだよね。その2つが合わさってるなんて最高。最高のご褒美じゃん。しかもフローズンなんだね。ありがとうございます。これも飲んでもいい？うん。美味しい？うん。美味しい。なんかフィリピンみたい。確かに。セブ島思い出す。常夏なドリンクだよね。ね。でもまあゆりちゃん疲れたでしょ。疲れた。何時間ぐらいかかった？何時間だろう。やっぱり大学病院はたくさん検査もあるし、待ち時間もいろんな方がいるから長いし。そうだよ、点滴も2時間ぐらいかかった。そうだよね、2時間ぐらいかかったよね。そうだから思ったよりも長くて疲れちゃいました。うん、でも一郎くんも疲れたよね。待ってるのも疲れるもんね。うん、そんなことないよ。本当に、うん、全然大丈夫。ありがとうね、本当に。待つのが一番疲れる気がする。そうか。うん、いやそんなことないけどね。本当に？うん、全然俺自分の好きな時間に当てれてるし、ゆりなのためだったらいくらでも待てるよ。うん、ありがとう。そう言ってくれると本当に心強い。点滴は実際どうだった？痛かった？うん、点滴はそんなに痛くないかな。うん、でももう慣れてるからかも。あー、その注射自体がってこと？うん、いっぱい血液検査もしてるし。12本だよね、毎回。確かに。そう、慣れってすごいよ。本当？まあ俺はでも分かんないからね、そういう感覚は。でもやっぱり点滴にしてよかったなと思ってます。自己注射はやっぱりね、慣れないから。確かに、毎週毎週ね、打つことになると痛いしね。自分が打つっていうのがさ、しんどいから。いや、しんどいと思うよ、マジで。でも上手な看護師さんに打ってもらえるし。うん、確かに確かに。そうそうそう、うん、気持ち的にも楽だし。負担がなかったので、これなら続けられそうです。そう言ってくれて、うん、あれだな、すごい安心。安心というか、うんうん、新しいね、治療どういう風な結果が出るかまだわからないけど、どういう効果がね、うん、これがね、いい方向に向かってくれたら嬉しいなって思う。うん、効果が出たら嬉しいな。そうだよね。うんうん、これを続けていくことで効果も出ていくみたいなって。まあでもそういうことだよね。うん、これからこの治療が続けていくにあたって、どん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 いい方向に向かっていくといいよね。うん、いい報告もね、みんなでできたらいいと思うし。うんうん、いい報告ができるように頑張ります、これからも。そう。ていうかさ、ここら辺の近くにさ、ゆるなの大好きな、キャンディアップルあるよ。確かに。ね、それ飲み終わったら行こうよ。行きたい。ねえ。え、いいの？行こう行こう。キャンディアップル大好きじゃん。大好き。実は俺も大好きなんですけどね。本当にキャンディアップルのリンゴ飴はとっても美味しくって、リンゴ飴の概念が変わるよね。いや、本当に屋台で売ってるリンゴ飴とはまたちょっと一味違って、すっごく食べやすいんですよ。いや、本当にね、癖になるよね。うん、癖になります。この食感とか、まるまるリンゴが刺さっているのもあるんですけど、うん、カットされてるのが食べやすくて好きで、うん、で、いろいろお味もあるんですけど、うん、私が一番大好きでいつも食べてるのがヨーグルチョコです。うん、それと同じくらい人気なのがこのシナモンシュガーだって。うん、こんにちは。いやー、お疲れ、ゆりちゃん。うん、
買おう買おう。美味しい？うん。にんまり顔。今日よく頑張ったからゆりちゃん。病院もついてきてくれてご褒美もたくさんありがとう。いいえ。今日も病院デート楽しかったね。、うん、また来月の病院デートも楽しもう。